東日本旅客鉄道水軍線の駅、支線の終点である。水戸市と大田町を結ぶ大田鉄道の駅として開業し、後に国有化され、水軍線の駅となった。かつては国道349号を挟んだ駅前に、日立電鉄の上北大田駅が存在し、乗り換えが可能だったが、2005年に廃止された。 短式ホーム一面一線を有する地上駅であり、留置線などの側線は設置されていない。2010年5月下旬頃に列車の発着が新ホームに変更された。指定席券売機、自動券売機、簡易水下改札機設置の業務委託駅で一部時間帯は駅員が不在となる。駅の管理は上、菅谷駅が行っている。2011年4月11日より、 新駅舎の供養が開始された。徳川光国の隠居所である西山荘をイメージしたもので、鉄筋コンクリート一部鉄骨造り平屋建て419平方メートルあり、観光案内所との合築となる。当初は3月26日からの供養を予定していたが、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響で、 水軍船自体が普通となったため、運転再開と同時の共用となった。当駅からは、終日おおむね1時間に1本の普通列車が運行されている。最終列車到着後は、夜間退泊せず、上、菅谷駅に改装され、翌朝再び当駅まで改装される。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は985人で、ある。 2000年度以降の推移は以下の通りである。駅前ロータリーに茨城交通の一般路線バスが乗り入れている。なお、東京駅、バスタ新宿発着の高速バス、日立ち田号、茨城空港業は乗り入れておらず、日立ち田市高速バスターミナルの発着となる。ただ、高速バス、日立ち田号は、駅南方の国道349号上にある。 大田駅入口停留所や、道の駅日たち大田にも停車する、注車区出店。ありがとうございます。